はい、皆さんこんにちは、ナビ食タイランドです。ドイステープ寺院周辺には魅力的な観光スポットがたくさんあります。せっかく来たならもう少し足を伸ばしてみてはいかがでしょうか。国立公園の奥に行くと王室のプーピン離宮やモン族の集落などがあります。麓にはたくさんの客待ちソンテオが泊まっているので利用してみるといいですよ。行き先や料金は看板にあります。指定の人数が集まったら出発するので料金もシェアです。車で20分ほど行ったところにあるモン族の集落ドイプー村へ行きます。カーブの多い山道を行くのでしっかり捕まっていきましょう。集落が見えてきました。かなり大きいところです。モン族は中国の山岳地帯で生活していた山岳民族です。中国から逃れ周辺国の山岳地帯に移り住みました。入り口には可愛らしいモン族人形があります。村の一部が観光地化されていてお土産店やカフェが並んでいます。奥に行くと庭園や滝があり民族衣装を借りて写真を撮ることもできます。ここには2000人余りの人々が暮らしています。彼らは衣類や小物類を製作して売っています。柄も可愛く使い勝手がいいものがあるのでお土産に最適です。値段も安いしまとめ買いするとさらに安くしてくれることもあります。農産物も生産していて有名なのがコーヒーとイチゴです。寒暖の差があり霧も発生する場所なので栽培に適しているのでしょう。タイ産のコーヒーはまだ有名ではないですがたくさんのファームもあるのでお気に入りを見つけてみてはどうですか。思ったよりたくさんのお店があるので食べ物や飲み物を片手に見て歩くといいですよ。男性用のものもあるのが嬉しいです。ゆったり着れて涼しいんですよ。民族衣装を着た女の子たちが踊りを披露するみたいです。可愛らしいですね。左前の子は嫌々なのかな、それとも練習中なのかな。せっかくなので踊りを見ていきましょう。可愛らしい踊りを見せてもらったのでチップを渡して次に行きましょう。モン族の民族衣装を着たリカちゃん人形。タイではあまり人形を見たことがないのですごく惹かれるものがありました。いろんな果実のワインもありました。試飲もできるので試してみては。手作りのシルバーアクセサリー店もよく見かけますね。この先は庭園と滝があります。入場料は1人10バーツ。貸し衣装のお店、服と帽子がセットのようです。今着ている服の上から着れるので簡単です。結構貸し衣装を着て庭園内で写真を撮ってる人を見かけました。段々になった畑に
いろいろな花が植えられていて、満開の時期を迎えています。インスタスポットもあるので、お気に入りの場所を見つけてください。上からの見晴らしも良いですが、結構急な登りなので気をつけて。のんびりとした雰囲気を楽しみながら花畑を散策しましょう。奥には池と滝があり、カフェもあるので休憩にちょうどいいです。道端には収穫したコーヒー豆が干してありました。コーヒーも絶品、自家焙煎の豆も売っているのでお土産に最適です。モン族の博物館やもう一つの庭園もあったのですが、時間が足りませんでした。全部見て回ろうと思うと2時間は欲しいですね。コーヒーがとても美味しかったので、また買いに来ます。その時はもう少しゆっくり滞在して見れたらいいなと思います。皆さんもドイステープを訪れた後にモン族の村にも来てみませんか。ドイステープ、プーピン離宮、ドイプイ村を回ると1日かかると思います。それではまた次の動画でお会いしましょう。